何よ。全部見るのに一生かかるみたいな。掲示してるだけじゃないからね、貯蔵してるものもあるからね。なんだったの、ルーブル、このルーブルはさっき1日では見られないし。ずっと上がっていかない。ずっと回ってくるね。で、明治の時代にね、大雨降った時にね、ちょっとこれ行かれたんですよ。それ工事に合わせて63なんですよ。随行でってのはこっちにあるね。そう。今、正宗の方が2代目、3代目が幹線道を出るので。
じゃあお金、違う人は私ただで水に出せって。それじゃお金払わないからね。もし、ね、時間がありましたら、今日は、ね、こちらのね、シーフードの場合、まあ、いろんなことをやるんですけども、グルメの人でもあったんですね。特にね、晩年はあの毎朝自分で献立をね、作らせたりとか、特にいろんなことに興味を持って、それから北上川流域の水耕業で、あの辺一帯はね、米どころになってくるんですね。月曜日の夜が明けに来てる。建物的には、こちらのお店に、こういう屋根ね、門前屋根なんですけれども、これ宝鳥造りという宝の形の造りと、もしくは一歩ずつの方、方向の方。真ん中に大豆が、麹があります。ロスリーにアウンの竜があります。アウンの町なんですね。ここにあるのは全部アウンの動物ね。動物に見るときにアウンだよ。これ全部。すごい。すごい。ここはもう完全に近所でお金がないから。